ンビです。はい、ということで早速戻っていきたいと思います。はい、ですね、皆さん、この間ですね、リサイクルショップに行ったんですよ。そしたらね、俺はね、とあるやつね、目が合ってしまったんですよ。その目が合ったやつは誰か。はい、こちら、ディディン、バズ・ライトイヤー。はい、こいつがね、俺に訴えかけてきたわけですよ。俺は宇宙に帰りたい、宇宙に返してくれ。そう、こいつはね、宇宙から来たんですよ、バズは。けど、こいつはね、自分が思っちゃってね、こう気づいてないわけですよ。だから、こいつは今も宇宙に帰りたいと思ってる。なんで今日はこいつを宇宙に返してやりたいと思う。ということで、今回使う商品は、こちら、ディディン、ロケット花火。はい、ということでね、このバズにですね、この大量の100発のロケット花火をつけてですね、宇宙へ返そうという企画でございます。ということでね、今日もかなり壮大な企画なんでね、助っ人を呼んであります。クマーン。どうも俺だ。ずっと俺のターン。とりあえず俺、遊戯のモノマネします。はい、どうかしてるぜ、カイバー。司会室だ。俺の悲劇を盗まれた。はい、ということで、ね、早速ね、今からこのバズ・ライトイヤーに大量のロケット花火をくくりつけて打ち上げたいと思います。はい、ということで早速やっていこう。はい、ということで、こちらバズ・ライトイヤー。見てください、こちらがね、バズですね。結構しっかりしてるね。結構しっかりしてる。このね、後ろの紐を取ってボタンをオンにして押すと、無限の彼方へ。今返してやるからだ。こいつは宇宙に帰ったがってんだよ、今も。そうだな。こいつはまだおもちゃって自覚がないんだよ。俺たちが助けてやらないと。誰が助けてくれるんだ。行くぞ。おお、結構操るね、言葉。はい、ということで、ね、早速こいつにロケット花火を100発つけて宇宙へ返したいと思います。そうはさせないか。ということで、まずこのロケット花火をですね、どうつけるかだな、問題は。ロケット花火、要はこっちに飛ぶから、うん、こうつけるんですよ。そう、だから ロケット方式よ、ほんとに。下から引いてんじゃん。やばいな、この量。見てください、この量。100本全部使いました。これやばいぞ、これ爆発すると。でもこれぐらいの威力がないと宇宙返せないから、ね。まあ、そう、単純に考えて、うん、うわ。あ、とりあえずこれをまとめてガムテープでこう止めよう、100本。そうだね。とりあえずそこだな、うん、これを背中にしよう、ブースターっぽくしよう。はいはいはい、節約だ。これをこう、こうつけて、これを背中に装着すればもうバックパックでね、完全に。これ長いな、切るか。あー、切れた。いてー。これでいいか。いや、でも成功したら完全に宇宙に帰れる。宇宙に帰れるよね。一発だと大体 20m 飛ぶって書いてあるんだ。あ、本当に。そう、100発ってことは、まあ、宇宙行くよね。2キロぐらい、行けるでしょ。はい、とりあえず完成しました。こちらがロケット花火ブースターパックですね。これを背中にこうそのままね、ピタッてつけることによって、ここから100発ボーンと出て空へ帰れるんですよ、うん、宇宙へ。で、まず課題としては、この全部にどうやって一気に火をつけるか、うん、こちら燃える導火線に火をつける花火をですね、このように中心にぶっ刺してですね、はい、でここにつけることによって、こう中も全部火がいくわけですよ、うん、前買った花火が余ってたんで、この中に入ってるこの全部の花火に火をつけられるようにずっと燃え続けられる、これをあるじゃないですか、はい、これをさらに中へぶち込みます。もうこれで一気にね、燃えるっしょ。完璧だよ。うん、あ、いくいくいく。あ、いいね、いいね。おお。はい、ここ真ん中にこの緑のやつですね、ぶち込みました。そいつ心臓だから。これ心臓、これもずっと火つけてたから、はい、もうこれが中に行ってって一気につきますね、はい、はい、ということで完成でーす。見てください、この最強のロケットバックパック、ロケットバックパック。この中から火薬の芯がボーンと出て、ブワッフーっていくわけですよ。で、これを背中に装着することによって、もうやばいよ、火力が半端ない。やばいね、これ。ブーッバーって宇宙へ帰れるわけですよ。これすげえぞ、マジで。これはすごいぞ。これはちょっと、やべえ、ワクワクしてきた、うん、普通にワクワクしてきた。これバズがね、燃える危険があるな。地球内で燃えちゃったらかわいそうだな。宇宙服着せよ、バズに。宇宙服でしょ、もう。宇宙服に、宇宙服着せよ。やばい、壮大だ。壮大。あの、宇宙飛行士の身の安全が大事なんで装着します、はい、こいつの身の危険は完全に保証されるわけですよ、うん、で、ここにバックパックをつけると、強化版バックパック。ということで、合体ティーン。やべえ、かっけえ、かっけえぞこれ。はい、ということで完成でーす。完璧。この完璧なバックパック、 NASA もびっくり、 NASA もびっくりで、これでフーッて出るわけですよ。お、バズもテンション上がってますね。上がってきてるよ。もう帰れると思ってるから、もう帰れると思ってるから、うん、故郷に行きます。やりましょう。ということで、ちょっとね、これができそうなでっかい公園に行きたいと思います。はい、でも歩くの面倒いからね、やるか。またやる。このくらいいいから飛ぼう。そうだな。うん、行くか。じゃあ行こう。あ、せーの。あ、はず。行くぞ、うん、せーの。
バンビがいない。なんでだ。あいつ一人で行っちゃったよ。多分あいつ今頃公園で一人で泣いてるな。まあ外装だから行ってやるか。なんでワンテンポ遅いんだよ。ちょっとびっくりさせようと思って。寂しかったよ。はい、ということで公園行きました。はい、ということでちょっと今公園来たんですけど、雨降ってきちゃったんで。結構ガチです。ガチな雨降ってきちゃった。ちょっとカメラとかやばいんで、ちょっと別日にしたいと思います。はい、別日に飛ぶか。うん、しょうがない。別日にワープします。疲れんだこれ。せーの、うわー、泣いた。マジっすか。夏季現金もう一回瞬間見てこれ。